岩手県釜石市、津波の瞬間が捉えられていました。その岩手県内では山を越えて足で来てくれた、うん、その時に繋がったと思ったとおっしゃったんですね、うん、そういうその人とのどんな原始的な手段でもいいから繋がってるということがということ、うん、でそういう面では先ほど の、 テレビ局が、うん、メディアというものを通して伝えていくっていうのもありだし、うん、いろいろな形であるんだと思うんですね、うんうん、もう全てを使わざるを得ないと思いますけれども、うん、福島さん、こんな状態でつまりそのコミュニケーションが手段が絶望的な状況の中でこの被災者たちとのこう更新の手段っていうんですかね、これはどういうふうに立ち上げるってことが今まで考えられてたんでしょうか。電気それから通話が不可能、ネットも含めてですね、ちょっと思いつかないですね、私中国に行ったわけでこういう断片的にですね地震の情報が入ってくる方がかえってですね一体日本はどうなっちゃってるんだというかですね、想像もつかないことは確かに起きているんだけれども、ずっと継続的に情報というものが入ってこないと、とにかく大きいものだけが外国ですから入ってくる、そうすると非常に恐怖を感じましたね。だから僕孤立している人たちもなんか大きなニュースだけポツッポツッと入ったりするっていうのは非常になんか精神的にね恐怖感を覚えるっていうか、そういう面があるんじゃないか。だからやっぱり継続的に我々は情報を出していかなきゃいけないし、なんかそこでね 面というか、全体像っていうか全体の中でのマッピングっていうんですか、自分たちが置かれている状況はここにあるんだってことが被災者にも判断できるような打ち返しがね、できればいいんですけど、それなかなかそれが手段がない場合にどうするかっていうのは、これからのその僕らの災害報道とかあるいは救助活動全体のこう課題のような気がするんですけれども、原発に関しての情報、最新情報が、福島 TUF のスタジオからお願いします。で道路が損壊しています。高速道路など一部の道路は物資を輸送する車や救助活動士専用の緊急交通路に指定されていて、一般の車両は通れなくなっていますので交通情報にもご注意ください。一方避難状況ですが、岩手や福島など5つの県の合わせて1350箇所におよそ21万人が避難したということです。救助活動も本格化しています。防衛省は被災地に派遣する自衛隊員を5万人規模に拡大しました。また消防庁でも全国各地で緊急援助隊合わせて1093隊を編成して現地に派遣、このうち東京消防庁ではハイパーレスキュー隊8隊を福島県の第一原子力発電所に派遣したということです。さらに警察庁でも27の都府県の警察から合わせて2120人の援助隊員を被災地に派遣していますが、職務に当たっていた警察官のうち2人が死亡し、55人が行方不明になっているということです。また農林水産省では食品会社の協力も受けながら被災地に届けるパンや即席麺、弁当や水などの食料の確保に動いています。はい、大地震で死者・行方不明者は合わせて1400人以上となっています。気象庁は今日午後一部の地域の大津波警報を津波警報などに切り替えましたが、東北の太平洋沿岸では今後も3メートルを超える津波の恐れがあるとして警戒を呼びかけています。昨日の地震発生から丸1日以上が経ちましたが、今もなお
活発な余震活動が続いており、今後も場所によっては震度6強となる余震が起きる可能性があるとして警戒を呼びかけています。今日午前4時ごろには長野県北部を震源とするマグニチュード 6.7 の地震が発生し、長野県栄村では震度6強の激しい揺れを観測しました。この地震と三陸沖で発生した大地震との関連は分かっていません。一方、津波は落ち着き始めている地域もあり、気象庁は午後1時50分青森県の太平洋沿岸と岩手県、宮城県、福島県を除く地域の大津波警報を津波警報などに切り替えました。その他の地域でも津波警報沖付近で午後3時36分直下型の大きな揺れが発生し、大きな音と白煙が確認されたということです。東京電力では原子炉の建屋の屋根が崩落したとみて詳しく状況を調べています。これにより原子炉内に水を入れる作業をしていた社員と作業員合わせて4人が骨折をするなど病院に搬送されています。いずれも意識はあるということです。この爆発により前の午後3時29分には山側でモニタリングカーが1015マイクロシーベルトアワーの放射線量を測定したことを明らかにしました。この数値は一般の人が1年間に浴びる放射線量の値に匹敵するものです。東京電力では制限値を超える500マイクロシーベルトアワーを超えたことから、原子力災害対策特別措置法第15条に基づき放射線量が異常に上昇したことを国に報告しました。繰り返します。東京電力によりますと、福島第一原子力発電所1号機付近で午後3時36分直下型の大きな揺れが発生し、大きな音と白煙が確認されたということです。東京電力では原子炉の建屋の屋根が崩落したとみて詳しく状況を調べています。これにより原子炉内に水を入れる作業をしていた社員と作業員合わせて4人が骨折をするなど病院に搬送されています。いずれも意識はあるということです。この爆発により前の午後3時29分には山側でモニタリングカーが1015マイクロシーベルトアワーの放射線量を測定したことを明らかにしました。この数値は一般の人が1年間に浴びる